えと自分は消費税はいらないものだと思っているんですけどそれについて多分あまり皆さんが知らないことが多いと思うんでそれについて皆さんと共有したいっていうのとあとそれの時にあに麻生さんのモノマネをするならあのぜひお願いしたいと思いますあともう1個最後にコロナの対策についてなんですけど。 えと特措法とかああいうのを見てちょっと違和感があるなと思ってそういう特措法の、まあ、緊急事態の宣言の範囲ですねその辺に対しては結構病床であったり、えー、と時間短縮であったり営業に対しての保証についてお金を結構出してるんですけどこういう静岡みたいな 何も感染が多くないところそれに対して支援が何もないんでそれに対してどうにかならないのかなっていうのをお願いしますありがとうございます、えー、令和新選組代表山本太郎が皆さんからのご質問にお答えをするという取り組みを行っておりますお時間のない方はどうか チラシだだけでもお持ちください大きく分けて2つご質問いただきました、まずは消費税、なぜだめなのかという点に関して、でもう一つ、コロナに関して、数々の不条理が存在していると、緊急事態になっているところはお金が出るでしょう、うマンボウになっているところも飲食店とかちょっと出るみたいだけど、えー、マンボウも緊急事態もかからないというような、えー、都市に関しては、どんどん弱っていくばっかりなんだ。 でもみんなにはテレビを通じて全国同じような情報が流されるわけだから人々は警戒をしてしまう出足は鈍るお金は回らないそういったことに対して補填がなければ大変な状態なんだけれども何か考えられないのかということだったと思いますすみませんじゃあ2点簡単に、えっと、まず消費税に関してなんですけれども消費税何のための税金だと皆さん思われてますか消費税。 言い方を変えます。消費税ってどういう効果がある税金だっていうふうに皆さん思われてますか効果。なぜ消費税を導入しなければならないのか税金ってどんな役割があるものですか増えすぎたものを減らしたりとか、加熱しすぎたものを冷ましたりとか、あんまり良くないものを減らしていきたいっていう意思があるときには、税的なものをかけると、 効率的に減らしてていけるねって話なんです例えばたばこ税喫煙者の数を減らしていきたいよねたばこ税かけたらどうなるかっつったらあ,あるんやったらもうこれを機にやめるかって人たちも増えていく他にも例えば CO2 二酸化炭素の排出っていうものを減らしていきたいって考えると炭素税排出をかえ変えずにそのままもっと多く出したりとかすると税が上がっていく どうして炭素税かけるかそして言たら CO2 を減らしたいから。じゃあ消費税は加熱しすぎた消費を冷ます力を持っているってことです。じゃあ消費が加熱していないのに消費税を上げるとどうなる当然より消費は冷え込むってことです。じゃあちょっと待ってくださいよ。消費税導入されたのは1989年3%からで。 日本の経済がリアルにがくんと落ち込んだのは、1900 1997年、消費税5%に上がった翌年ですよ。つまり何かってったら、経済的に不安定であったりとか、景気があまりよろしくないねっていうときに消費税を上げちゃうと、より景気が悪くなっちゃうんだってことなんです。 特にデフレと言われるときには、消費税みたいなものを上げちゃうと、さらに消費が冷え込んで、さらに景気が悪くなる、どうしてか。消費っていうのは、私が言ってるのは大量消費の話じゃないですよ。消費っていう仕組みは、あなたが物を買う、お金を払う、消費していただく、そのお金は回り回って誰かの賃金になる、あなたの消費は誰かの所得にという循環なんですよね。 当然消費税景気悪い時に上げちゃえば、誰かの消費はなくなったり抑えられたり、その分誰かの賃金に回る分も抑えられたり回らなかったり。こんな大間違いの経済政策を25年以上続けてるのがこの国なんですよ。デフレの時に景気悪い時に景気悪くなりそうな時に消費税的なものを上げてる国って日本以外にありますかないです。どうして景気悪くなるから。 むちゃくちゃシンプルな話ですよ。じゃあ、このコロナ禍において、各国消費税どうしてますかって言ったら、50カ国以上が減税です。どうしてただでさえ消費が弱るんだから、お金が回らなくなるでしょだから消費税を減税して、みんなの消費を喚起してお金が回るようにしたいからです。むちゃくちゃシンプルな話なんです。で、この国は、コロナが来る前から25年デフレだったんですよ。 加えてコロナまで来たんだったら、申し訳ないけど、消費税やめるぐらいせんと無理よ。そういう話なんです。で、消費税は誰にとって苦しいものですかってことなんです。いや、消費税苦しいわ、自分にとってはって方、この中にどれぐらいいらっしゃいます毎日薄く取られる消費税ですが、自分にとってはちょっと苦しいかなと思われる方、ちょっといいですかごめんなさい。ありがとうございます。えー、この中で大体10人ぐらいの方手を挙げていただきました。ありがとうございます。 そうなんですよね。もちろん、所得が少なければ少ないほどのしかかってくるものですよね。お金、右から左、もうかも、もうお金の行き先決まってるって人たち。当然、その分、消費税乗っかってきたら負担になります。で、どれぐらいの負担をしてるかってことを簡単に見てもらえますね。 これ事業者の方だったら一目瞭然というよりも自分が事業者だったら年間消費税どれぐらい払ってるかっていうのをイメージつきやすいんですけど一人一人の消費者になるとなかなかこれイメージ湧かないので資産をご紹介します月々20万円を消費する世帯そして30万円40万円消費する世帯3つのケース1ヶ月に20万円消費する世帯の消費税5%の時8%の時10%の時1年間 どれぐらい消費税取られてるか、それぞれのケースで見てみます。消費税、年間でどれぐらい取られてるその元のデータは総務省2014年全国消費実態調査を元にしてあります。こうなります。分かりづらいので、一つずつ。月々20万円消費する世帯の場合、消費税5%の時に年間12万取られる。8%の時には19.2万円取られて。 10%の時には22.8万円も取られる。えらい安いな消費税と思われた方いらっしゃいますいないっすよね。消費税やめます。何が起こりますか消費税やめますっていうことになったとしたら、月々20万円消費すされているような世帯に対して、22.8万円お返しすることになります。あなたの手元に置いとける。じゃあそれ何に使います 貯金する、そういう人もいるかもしんないけど、多くの人々は必要だったものを買うでしょう。食べたかったものを食べるでしょう。どうなりますかあなたがお金を使えば誰かの賃金に回っていく。25年以上お金が回ってないこの国で、格差が開いているこの国で、この消費税やめるという結論において、皆さんに対して現金給付していることと同じ役割ですよ、これ。 他にも月30万円消費する世帯消費税5%で年間18万取られ消費税8%で28.8万消費税10%で34.2万取られていることになる月々40万円消費する世帯では消費税5%で24万8%で38.4万10%で45.6万結構なもんですよこれこれやめたらどうなるかって当然底上げされますよ 冷え込んだ消費、あったまってきますよ。でね、あなたの財布を直撃するというような消費税ですけど、他にも直撃してる人たちいる、誰か、中小企業。中小企業苦しんでますよ、当然、赤字でも払わなきゃなんないし、それだけじゃなくて、上から、取引先から、お前、消費税上がるけど、それ値段乗っけへんよな、みたいな話にされちゃったら、うちで持ちますって話になりませんか いやいや、それ困りますよ。消費税分をお願いします。あ、じゃあもう取引先変えるわ。そんな目にあってる中小。話聞いたことないですか皆さんは。かなり厳しい状況に追い込まれてる消費税自体に。だって税の滞納、税金払えないんですよねっていう税の滞納。そのうちの6割は消費税ですもんね。払えてないの中小企業ですよ。中小企業の首絞めてどうすんのこの国の屋台骨なのに。 この国に存在している企業の99.7%、中小企業。そこで雇用されている人たち、労働者の8割から9割じゃないですか。地方都市に至っては。どう考えてもおかしいですよ、こんな税制。そしてもう一つ。消費税まずいのはなぜか。働き方壊すから。どうやって壊すか。 ありがとうございます消費税の問題点はあなたの財布を直撃そして中小企業に首を絞めるということだけではなくて働き方まで壊しちゃうどういうことか事業者の皆さんは消費税できれば支払い安くしたいよねだったら正規雇用を避ける正規で雇用すれば消費税逆に高くなっちゃう可能性あるなそういう話なんですねどういうことかはい 消費税を安くするシステムとして、仕入れ税額控除というものがあります。読んで字のごとく。仕入れに関しては税から控除してあげるねっていう話なんです。何に該当するかって言ったら、年間の納税額を見れば明らか。売上げから引きます。何を仕入れをって話なんです。売上げから仕入れを引けるっていう話なんですね。引けるのは仕入れの方。 つまり仕入れにかかった分は消費税、その分安くしてもらえるって話なんですね、はい、この仕入れの方には何が入ってますかってことですけれども、仕入れの中には商品の仕入れはもちろんのこと、外注費、派遣会社への支払い費、他にも接待費、広告宣伝費などが含まれている、仕入れ分は消費税納税額からさっ引ける、これが問題なんだってことです、なぜ問題か。 仕入れの中には派遣会社への支払い。外部の労働者発注したりとかするとき、こういう部分仕入れに入っちゃう。人件費じゃない、物品費なんだ。正規の社員の場合にはこれ、人件費。でも派遣社員とか外部からの労働者は物品として仕入れとして消費税さっぴけるって。どっち使うどっち使う置き換わっていくに決まってるやん。 置き換わっていったんやんって、労働環境を壊してきたんやんって話なんですよあまりにもひどいよこの税金のあり方むちゃくちゃですよ誰が笑って誰が泣くのそんな仕組みなんで導入すんのね。消費税やめるべき今私が言いたいのはこういうことなんですけどでもそうは言ってもね山本さん消費税といえばやっぱり社会保障必要ですもんね高齢化社会ですから そういう方いらっしゃいます。でも、それ、ちょっと、認識違います。消費税は、社会保障の一部、一部しか使われてません。じゃあ、何に使われてんのってことですけれども、表明して、ありがとう。ありがとう、それでいいや。えー、こちらご覧いただきたいと思います。テレビ画面から抜粋してきました。上下で見ていただきたいんです。で、これ、横に展開します。黄色い、一番左は上下、黄色ですよね。 上下の黄色は何を表しているか。上、1990年の総税収。総税収。60.1兆円でした。2018年、総税収。60.4兆円。90年と2018年の税収はそこまで大きく開いてないっていう話です。で、右展開していくと、何が起こってるかよくわかる。 所得税、法人税、消費税の順で並んでますけれども、上下見比べてください。何が起こってますかこの1990年から2018年までの間に、所得税は減ってる。法人税も減ってる。消費税だけ増えてる。消費税何のために必要なんでしたっけこのために必要なんですよね。さらに見ていきたいと思います。はい。青と赤のグラフです。 これは何かと申しますと、左側、1989年、消費税3%でスタートした時から、右、2016年までの間の累計、青と赤。この境目はゼロ。上に行けば行くほど税収が増えてますよ。下に行けば行くほど税収減ってますよ。そういう話なんです。増えた場合には、青、消費税が増えている。税収増えてる。赤、 法人税収が減ってる。何のために消費税必要か。一目瞭然ですよね。消費税が増えていく。その代わり法人税減ってってる。そういう、それだけのことなんですよ。言葉にするとこういうこと。消費税収の実に約73%が法人税収の減少分に割り当てられていたと言えると。ひどくない私はひどいと思う。社会保障のために全額使うの違うの。違います。 ある意味で自分たちの社会保障なのかもしれませんね。大企業から票をもらったりお金をもらったりしたことによって何かしら恩返ししなきゃならないでしょって。そのために消費税必要なんですよ。だって消費税上がるたびに法人税下がってますもん。消費税上がるたびに金持ちに対しての所得税下がってますもん。完全にコントロールされてますよ。皆さんのことなんて目に入ってない。失礼な言い方で申し訳ない。 だから変えたいんですよ。こんな取り方してたら弱るわ。だから弱ったんですよ、25年以上。はい。どういう人たちがこういうことを望んでるのかっていう話なんですけれども、消費税についてもものを言う人たちがいます。飼い主です。現在の自民党の飼い主って誰ですか大きいところで言うならば、おそらく経団連、日本経済団体連合会、経団連、2000社以上の大きな企業が連なるような連合体。 この経団連は組織票や企業献金などによって自分たちの子外を国会の中にどんどん送り込んでってる。で、必ず政治に提言をします。提言と言うけれど全部叶ってるから事実上の命令。その中にも消費税の話はある。なんと言ってるか。2025年に19%まで引き上げろと言ってる。物を売ってる人間が消費税上げろって命令しますできればそれやめた方がいいん違うかなって話になりますよ。 より弱るんだから、みんなが。でも、それを望むって、理由なんですかいやだって、こっち上げたらこっち下がるでしょみたいな、ものすごくシンプルな理由なんですね。で、私、これ、経団連に対して文句言いたいわけじゃないんですよ。経団連の言いなりになってる政治がおかしいって話なんですよ。経団連が自分たちの利益を拡大したいと思うのは当然、企業ですから。でも、その行き過ぎたお願いに対して、ごめんねって。 国としてそれやっちゃうと、いろいろ不都合出てくるし、人々壊れるから、私たちが受け入れられるのはここまでだよって、めっぽ弱いな経団連と、アメリカ様にはみたいな話なんですけどね、はいで、これだけじゃちょっと分かりづらいだろうから、これ以外にも経団連がこれまで過去、数々お願いしてきたことが形になって、あなたの首を絞めているということを少しご紹介したいと思います令和新選組代表山本太郎がマイクを握っております。 こちら、あくまでも抜き出したものです、代表的なものを。何かと申しますと、経団連がお願いをして、それを政治で形にしていったっていう話です。例えば、派遣法。派遣法できたのいつ、中曽根さんの時代、その時代からずっと壊されてきてますよ。これね、派遣ってこれ限定した仕事だけなんですよ。通訳とかね、あと筆記とか、心配しないでください。皆さんにその広げないから、派遣とかね、これ限定なんですって言いながら、製造業まで。 最大限開いた、小泉竹中時代に、そこから解約ずっと続けて、誰が喜んでんの、これ、誰が喜んでんの、このことに関して、竹中平蔵とか中抜きするような人間だけじゃないですか、喜んでんの。